イタドリのきんぴらを作ります。子供の頃はね、砂糖をつけた。今でもしがんだら、そうそう、こうやって皮剥いて、皮剥いてね、私の田舎では塩つけて食べたわ。塩つけた。僕らは砂糖。あ、そう。酸味があるから。酸っぱい。酸っぱい。よしよし。手でね、ポキンと折れるところからが上が、うん、柔らかい。あ、パクンそう。うん、そう、これね、このまま食べようと思ったら酸っぱいのね。だからこの酸い味を抜くのにお湯をかけて皮を剥いて、で剥いたそのを水につけてね、一晩ぐらいつけるんだけど、出しておくと剥いた後の、うん、おお、うわ、酸っぱい匂い、うん、酸っぱい匂いしてるわ。ふきみたいに、あちこあちこ、うん、ふきの皮剥くみたいに剥くの。身残しといてよ。がっつり身がなくなった。じゃあ、なくなる。それは酸味が抜けてますか？食べてみればわかる、うん。食べてみようか。で、あ、でもシャキシャキだよ。うん、酸っぱい。うん、全然酸っぱくない。遥か彼方のイタリアあたりで酸っぱいかな。ちょっと言ってね、はい、野菜3杯かな、だし醤油、味にしちゃう、どうかな、うん、美味しいね、シャキシャキしてるね、うん、これは美味しい。ご飯欲しくない。これも食べて。こっち1、2の前でしょ。うん、前1、2の前、うんうん。はい、出来上がり。全部食べた。うん、元あり分量。